水星の衛星は現在発見されていない。水星は太陽に非常に近いため存在していても観測は困難であると推測されている。その例として水星は1995年まで赤外スペクトルが観測されなかったことが挙げられる。NASA のメッセンジャーと呼ばれる水星探査機も2011年から2015年の間には衛星を発見していない。また、 NASA 公式ホームページにも、水星は太陽に近すぎており、重力のせいで衛星は存在しないとある。1974年のマリナー15の近接観測の際、観測データより、その存在可能性が検討される事態となった。これは、マリナー15が水星をフライバイする2日前の1974年3月27日、探査機の観測装置は、 水星の付近の方向からの多量の紫外線の放射を記録した。天文学者らはそのような紫外線の観測を全く予測していなかった。翌日になるとその放射は観測されなくなり3日後にまた復活した。これは水星とは別の天体から放射されているように見えた。天文学者の中には恒星を検出しただけだと推測した者もいたが、 放射が2箇所から出ていること、このような高いエネルギーの放射は、当時、生還物質の中を長い距離進めないと信じられていたことから、水星の衛星を発見したと主張する者も,もいた。さらに、天体の速度は 4km 毎秒と計算され、これは、水星の衛星として、理論的に予測される速度と合致していた。コップザ31番星は、食連星である。 しかしすぐに衛星は水星から離れていっていることが分かり、これはコップザ31番星であったことが明らかになった。3月27日に検出された紫外線の源はまだ分かっていないが、コップザ31番星は周期2.9日の分光連星であり、これが紫外線の放射源であった可能性もある。水星の衛星というのは五人であったが、紫外線は 以前考えられていたように、生漢物質で完全に吸収されるわけではないと判明したという意味で、天文学上の重要な発見であった。NASA は2012年の3月31日にエイプリルフールのネタとして、水星の衛星を公開した。名前はカデューシャスと名付けられた。由来は水星と綴りが同じメルクリウスの杖から名付けられた。ありがとうございます。